形態変化のその第2第3第4段階展示されてますけれども、はい、あの形態変化っていうものを取り入れたのはなぜなんでしょうか。まあ、思いつきはあのふとしたことなんですけど、まあ、形態が変化した方が、まあ、ビジュアルとしてもあと映画としても面白くないだろうし、あと、まあ、東宝さんが最初それ嫌がってたんですけど、やっぱりゴジラというのはこういうものだっていうイメージがあるので、それを崩すのはちょっとっていうことがあったんですが、そこはあのいやバンダイさんがあの3つ出せて嬉しいですよとなるほど、そういう、まあ、絡み手でいろいろほらほらこれ人気出ますよとかですね、いろいろ苦労してとりあえず3つ出せるようになります。